ましょう。醤油、ごま油、ガラスープの素、ラード、サラダオイル、揚げたニンニク、はい、これで冷蔵庫で寝かします。だいたい 4,5 時間寝かせます。シーファンの餃子は両面焼きなので繰り返します。すごい香ばしく焼けてますね。はい、裏面は蓋しないでこのまま焼きます。はい、出来上がりです。はい、焼き餃子の完成です。はい、シーファンの餃子は、両面焼きの焼き餃子です。少し小ぶりなんです。この焼き餃子と、水餃子、それから、春巻き、広東シューマイ、
この4種類は、冷凍にしまして、全国配送をしております。詳しくはぜひホームページご覧ください。パリッパリで美味しそうでしょ。そのままで美味しい。